はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。シティーズスカイライン2、ライブ配信始めていこうと思います。今回は前回の続きですが、ちょっと住宅需要が大きい反面、工業需要があんまり大きくないので、住宅を中心に作っていきたいと思います。ぜひ見てください。いつも通り、Twitch で配信しております。なんかおかしいな。Twitch アカウントフォローお願いいたします。プリーズツイッチマイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。アーカイブ YouTube にアップロード予定です。 YouTube チャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。2日後ですので5月4日21時頃に配信予定です。 This live archive my YouTube channel 2 days after、my YouTube channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、そしてリポスト、いいねお願いいたします。 TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。では、始めていきましょう。じゃあ早速、住宅地をどんどん建てていくか。住宅予定地はここにございます。まず、なるほどね。ここ商業予定地で、だからどうするかだろうな。こんな感じかな。まずはここまで作っといてってとこですね。一応先に学校作っとくか。学校はまあでもないか。まず道路を作っといた方がいいかもしれない。あとここですよね。住宅作るのであれば、住宅地だろ？だから住宅地はこっちなんだよな。ちょっと待ってよ、これ商業定地なんだけど、
こアンダークロスするか。あとこっちも住宅予定地の予定です。うん、まあここぐらいまでは工業定地でいいでしょうな。で、商業定地でこっちから先が住宅予定地だから、あ、違う違う、どうしよう、あの騒音の恐れがあるからやっぱりこっちは避けよう。なるほど、こっちがこうだから、あ、いや、いつだよなこれ、あ、いつになってない、なんで、で逆に、でこの先をあのね、ストップストップストップ、あ、ダメだこれ、そのままやったら、そういうことか。やばいな。ああ、そういうことだ。ってことは。こういう風にしてつながるわけだ。で、そしてここはアンダークロスして、あれ？これなんかうまくいかへんな。考えてみりゃこれいらんよな、歩道。占有されてるって出ちゃうよな。要するに場所がまだ悪い。本当歩道いらんのだがな、歩道いらんよね、正直歩道いらんどころか、
あ、違う。あくまでここに入れるとやばいからな。こんな感じで。占拠されていますね。なんだ。ダメだな。あ、じゃないわ。こんな感じだな。じゃあアンダークロス作るとしたら、でかつだ、敵をどこに置くかだよな。でも まずはで、駅を作りたい。これをちょっと越えた先にね。これだ、モレール駅。ちょっとオーバーしすぎてる感じがある。
で、これで多分クロスできんじゃないのかな。どうだ？ちょっとなんか曲がっちゃった。あ、そうか。そりゃそうだ。ちょっと微妙に曲がるよな。うん、こんな感じかな。こうか。で、いや、もうこの辺かな。する。この辺かな。まあ無駄スペースそんなにないと思うんで、これでいけんじゃないかな。あ、もうちょっと待とうね、発展は。あ、水立てないとダメだ。まだ手、ないんで。こんな感じか。で、こんな感じで。まずは、まあやっぱりここだろうな。いや、ここは。ここはどこに置こうかな。あ、ここかな。普通に。で、かつ。
こんな感じかな。工業地がまあなかなか作れないからな。ん？これって大丈夫なんかな？ああ、ギリギリ大丈夫か。で、これはまっすぐだろうな、普通に考えたら。とりあえずこういう風につくとこう。もう石油のが問題だよな。工業ってこれか、石油産業。うん、そうなんだよな。住宅地としてはちょっとまずいなって思った。これって何を作ればいいんだ？広場、公園、フロップはまあ部品だろうな。センターと水族館があるな。水族館は水あたりに水場に建てときゃいいやってなるよね。水はちゃんとあるね、ここは。小学校は？小学校がここにあって、中学校がないな。小学校を作っ、反対側のとこに中学校。一応セーブしとこう。
とりあえずだいたい計画の道はできたんで、まあバスも走らせなあかんよな、本当のことを言ったら。ああダメだ、これやったら足りなくなるやな。やめやめやめ。ちょっと待ってね、石油を取るにはどうすればいいのか。専門家まで、普通に工業を専門化したら産業区画を設置するだけで OK みたいだな。まあ、とりあえず掘れるだけ掘っとこう。別に今までずっと輸入だったわけだから悪くないよ、見えるしね。まあ、問題は、ここ住宅地やん。
ができたら、あとそう、ここも駅として働いてないから、働かせないといけないよな。なんか人がどんどん来始めてる。これどこに行くんだ？みんな。感じか。ただな感じか。で、ここで初めて4つ塗るとどうなるんだ？あ、水が足りない言われてる。ってことは水が今 109% になってるけど、そろそろ一つ浄水道と下水道を作ってあげなきゃいけない。いや、足りないってそんなことないけどな。なんでだろう、足りなくないんだが、
あ、これ石油工場じゃないの？成形美人工場。これでもこれってある意味石油化学工場だから多分合ってるよな。そしてこれ、あ、産油会社ができた。ポンプ採油こそ我が命とか言ってるよ。まあいいでしょう。で、こっちか、こっちで、なんか上り坂なってんのに上りをやってないから埋まってんだ坂で。今後これどうするかを考えないとな。しかしこっちは上に、あ、これ高速道路だからいいのか。どんどんここで登っていってるからな。これだと、まあ、いけんじゃないかな。あ、雷。まあ、つまり、こんな感じか。とりあえずここまで登るんだけど、この先は多分左へ曲がるっていうような、
こんな感じになるかな。音楽としては合ってんな。これで平坦になるから、これはこういく話になるから、柵が登ってんだよな。あと一応ここ掘ってるけど、将来的には高速道路を掘ってっていう流れになるんで、この辺の一般道をどうするかっていうのも問題だよな。なんかやばい、人がいないって言われてる。結局人いないんだよな。人いないって言われちゃうんだよな。公園作ろう。公園はそんなコストかからんしな。これなんだ、小さい公園か。それで結ぶことはできるが、問題は このぐらいでいいだろう。
違う、これじゃなくて、ここって作ってない、人が足りない言われちゃってるからな、まあ、とにかくどんどん住宅を建てていくのが今は一番だな、この辺も含めて。あっという間にこの地域が完成してしまったな。これってなんだっけ、大きい遊び場か。これで通れると思うんだけどな。どうなる？
12万3000人になった。これで一応あれしたな、なんか変だけど、まあとりあえず一旦ストップかけてモノレールの延長を図ろう。あ、これでいいんだ。以上かな。これで多分一駅延長されるはず、モノレールは。モノレール、あ、停車しないんだ。そう、停車しないんですよね。問題はそこで、ここは停車するんだけど停車しないんだから、なんで？なんで停車しないんだろう。うん、通過しちゃうんだよな、なんでだ。あれ？あ、でもなんか客は来てる。止まるようになったんじゃないのこれ。止まるようになったわ。なんでだ。足からも来る。止まるだろう。
うん、なんで？石油はまだまだ結構余ってるな。止まるようになったらよくわからんけど、OK、そしてここだ、交差点。つながらないのかな。分からん。結構やばいな、消防署がないっていうのは。なるべく住宅地をどんどん建ててあげることが大事だよな。石油を取ろうとしてます。どうなんだろうな、なんで9号中？お、タンクローリーが、タンクローリー。
こまでな。問題は坂だよな。どうしても坂があるから。まあ住宅地としてはいいんだけど、これなぁ、どうするかなんだよなぁ。高速道路も含めて。ここは結構空いてるんだよな今。とこの辺もなんか欲しいよな。足りない？あ、本当だ。え、なんで？なんでなんで？上水道が。拾ってくれない。あ、渇水してるからだ。これ、まあ、一時的なあれだよな。そうなんだよな。なんで？焼け焦げた？まさか。え、なに？なに？
なんでなんでなんで繋がらないんだ。あ、なんでなんで。よかったよかった。接できた。どうやって撤去するんだ。なんかやばいやばいやばい。移動移動。なんかすごい逆流してるんだよな、ここ最近傾向見てると。なんでこんな水がないんだ。はい、やこれってあ、そっか。越えられないからな。
で、公園をどこに置くかだよな。これなんだ？いや、たくさんあるのはいいんだけど、まあ、こことしたらこの辺？あ、ダメだな。いろいろ足りないんだよな。ここだったら足りるけど。でもでかすぎるよな。工業予定地だろ、もともと。今21時43分か。
よ。なんか、つながらないな。で、つながってると思うんだけど。このどうなんだろう、動向って
天気は全然大丈夫だけど、血水力がちょっと落ちてるな。下水を1個作る？こちら。2% ずつ。まあでも水ってそんなに消費しないからな。1% ぐらいゴミは増やしとこう。学校つくとかないとやばいな。一個まあつくとこう。
確かバス通ってたような気はするよね。バスここまだ通ってないのか、いずれは通らせないといけないよね。地下鉄とかないのかな？ある。ことある。水が足りない？なんで急に足りなくなるんだ？ストップ。
ないな、上手な、やっぱりここなんだよな。掘ったり掘られたり、でも甘い量が多すぎると見えない見えない、なんで？
そうね。なんだこれ、暖房の供給が足りない、いや暖房の供給なんかしてないか。今度はここに降りてきてるな、自家用車が。一時的な現象なのか恒久的な現象なのかがわからん。優先道路にしたらどうなんだ。収入はちょっとな、不安だよな。
まあモノレールも延長してバスも走らせて、住宅と取り合いになっちゃうのは辛いよな。運転なかったよね、近く。
小学校とかあったっけ。公園は、公園はなんか全然ない。なんか水に浸かってる感じだよな。しばらくこれで行ってみるか。ああ、そういうことか。加水したら作ればいいんだ。ただ加水してないから作っても意味がない。
なるほど。焼却炉だろうな。まあ大丈夫。逆にサウナです。必要なのはうん、高密度とか まあ、ひとまず人口は増やすことはできた。住宅地も整備したからな。まあ、まだまだ住宅地は、整備しなきゃいけない状況ではありますが、これだけの、はい、一気に住宅地を整備したり、
まあ原油掘ったりしたわけなんで、まあまあこちら側の整備は全然やってないよな。まあ仕方ないですが、まあこちら側も住宅地広げることはできるけど、その分あんまり工業地を広げられないんで、とりあえず人口を増やすことだけは成功したんで、本日はここまでにしたいと思います。ちょっとゴールデンウィーク配信っていう配信はちょっとお休みが基本になるかもしれません。申し訳ないです。動画は上げるかもしれません。レトロゲームとか上げていくかなと思います。まあ見ていただければ嬉しいです。人なかなか通ってんな。はい、今回の配信 Twitch でお送りいたしました。 Twitch アカウントフォロー、リポスト、Twitch アカウントフォローお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。 配信のアーカイブ YouTube にお送りしております。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube channel 2 days after my YouTube channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして旧 Twitter である X のアカウントの方もフォローぜひお願いいたします。TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、
シティーズスカイライン、遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。